えっと、それとこちらが時刻なんですけども、今日、えー、ゴールデンウィークということもあって、朝から快晴で先まで大丈夫だったんですけども、先ほど喋ってた内容によって一気にこういうふうに曇りました。この辺の動向は人間の喋ってる言葉によって天気に影響を与えるっていう部分であってで、えー、僕はそれほどおかしなことを言ってるわけじゃないんですよ。一回曇って、えー、そこはもう一回晴れに持っていって、 回線まで持って行ってて行、まあ、外に買い物に行ったっていうところなんですけどね、でそれで、えー、そこからまたこういうふうに曇ってると、まあ、こういうふうな状況ですね。